らっしゃい。それじゃあな。ついてきていることは分かっている。そろそろ出てこい、水月。へえ、僕がついてきてるってよく分かったじゃないか。さすがは内葉サスケだね。それにしてもひどいじゃないか、僕を置いてくなんて。言っただろ、ついてきていることは分かっていると。分かっててそのままにしてたってのかい。結構性格悪いよね君。水月、このまま俺についてこい。お前は戦力として計算できる貴重な存在だ。僕のことを評価してくれるのは嬉しいけど、目的は何だい。今は何も言わずついてこい。すごい上からの物言いだよね。そういうのまずは僕よりも上だとしっかり証明してからにしてくれないかな。別に君のことは嫌いじゃない。ついていくこともやぶさかじゃないけどね、こういうのは初めが肝心だと思うんだよね。君と僕のどちらが強くて上なのか。いいだろう、それでお前が納得するなら。いいね、その考えの柔軟なとこ。さっさとやるぞ、時間が惜しい。
宣言通り。俺についてぜ。これで分かっただろう。なるほどね。君が強いのは昔から噂で聞いてた。それが嘘じゃないって分かったよ。いいよ、ついてくよ。で、これからどこに向かうの？これくらいは答えてくれるよね。南アジト、そして北アジトに向かう。ということはもしかして。ああ、あと二人、カリンとジューゴを連れていく。ああ、僕はあいつら好きじゃないから仲良くはできないかもよ。特別仲良くする必要はないが、協力はしろ。まあ、努力はするよ。それで、どっちから行くの？まずは南アジト、カリンに会いに行く。あの女か、苦手なんだよね、あいつ。南アジトってこっちでよかったっけ？あれ、どうしたの？そこに何かあるわけ？かい。へえ、こんな仕掛けがあったんだ。よそ者をアジトに近づけさせないためにオロチマルが施した忍術だ。行くぞ。はいはい。ん？あれ？これって。結界だ。南アジトに人を近づけさせないためだ。こう霧が深いと先に進みづらいよね。どうすんの？まずは結界を解く。どうやって？この近辺に3枚の札があるはずだ。そいつを全て剥がせば霧はなくなる。なんだ、簡単じゃないか。とりあえず慎重に行くぞ。ついてこい。あった。次行こうか、サスケ。見つけた。あと1枚だね。これで最後だね。
よし、霧が晴れたね。先に進もうか、サスケ。いや、最後の仕掛けが残っているようだ。お？僕らの偽物？結界が解けてもただでは先に進ませないというわけか。面白いね。ちょっと暴れたいと思ってたとこだし、さっさと倒して先に進むぞ。分かってるよ。戦闘開始。待つ。任せなよ。僕がやろうか。もっと楽しめると思ったのに、とんだ肩透かしだね。そう思うだろう、サスケ。南アジトに向かうぞ。ああ、少しは相手をしてくれてもいいと思うけど。ようやく着いたね。入るぞ。さてと、あの女はどこに。やっぱりお前らか。げ、久しぶりだな、カリン。オロチマルが死んだって噂は耳にしていたが、あんたが単独で現れたってことは噂じゃなかったってことか。そういうことだ。で、一体何の用があってここに来た。単刀直入に言う。カリン、俺についてこい。お前の力が必要。はあ？なんでお前なんかに。うちはここを任されてるんだよ。オロチマルはもういない。捕まえてる奴らはどうするんだよ。水月、このアジトに捕らえられている奴らを全員解放しろ。やれやれ、相変わらずの命令口調だね。まあいいけど。これで監視役も必要なくなるわけだ。どうする。行く。決断が早いな。よく考えたら見張りも飽きちゃってたところだし、だからうちもサスケと一緒に。じゃあこれからカリンも一緒だね。水月、お前囚人たちを解放しに出て行ったんじゃ。何慌ててんだか。僕は牢の鍵の在りかを尋ねに戻ってきただけだよ。でもまあ、
目的達成だね。よかったじゃないサスケ。うちはついていくとは一度も。なんだ、結局ついてこないのか。行くよ一緒に。面倒なやつだと思ってたけど、案外可愛いとこもあるじゃないかカリン。てめえ水月、さっさと次の目的地に行くぞ。水月、早く囚人を解放しろ。はいはい。ていうかカリン、早く鍵の場所を教えなよ。うるせえな、うちに命令するんじゃねえ。あとは15だな。で、次はどこに行くんだ。確か北アジトに行って15を仲間に加えるんだっけ。まずは東アジトまで戻るぞ。ちょっと待て、お前らあの15に会いに行くつもりなのか。そうだけど。悪いことは言わない、それはやめとけ。あいつは簡単に仲間になるような玉じゃねえぞ。知ってるよ、一度手合わせさせられたこともあるし。でもサスケが仲間にするって言ってんだから仕方ないでしょ。行くぞ。ほら、行くよカリン。よく歩くよね僕たち。サスケ、あんたの目的が何かは知らないけど、本当に15が必要なのか。何が言いたい。あいつは危険すぎる、考え直すなら今のうちだぞ。っていうか、なんでそこまで危険視するわけ。あいつは自分から進んでオロチマルに捕まりに来たことは知っているか。噂には聞いてたよ。とんだ変わり者だとは思ったけど。あいつにとってオロチマルのアジトは自らを更生させるための施設に過ぎない。更生？15のやつが一体何を更生すんのさ。止めどなく溢れ出る、ただ膨れ上がるだけの、そのいかんともしがたい。その殺人衝動を抑えたかったのさ。殺人ってなんだ、ただの戦闘快楽者じゃないか。いや、そうじゃない。その異常な衝動は普段は抑え込んでいるけど、それが限界に来た時、奴は我を忘れ、恐るべき怪物へと性格も見た目も変貌する。彼がそんなやつだったとはね。だがオロチマルにとってその15の能力は魅力的だった。そこでオロチマルは15の体液から他の忍びにも同じ状態を引き起こす酵素を開発した。酵素？ああ、お前も知ってるだろう。それが樹荫だよ。樹荫？それって確かサスケ、君にも。
長々と話をしている暇はない。そろそろ行くぞ。サスケ。
アジト到着か。行くぞ。どういうことだ。中から全くチャクラを感じない。誰もいないね。こういうとこだっけ、北アジトって。いや、そんなはずは。誰？この声、それにこのチャクラは。十五。誰だ、お前たちは。十五、あんたと話したがっている奴がいる。俺に話？俺についてこい、十五。お前の力が必要だ。ついてこいだと。あれ、なんか様子が。バカが！俺は誰にもついていかねえよ。俺は俺のまま、ただ破壊を楽しむだけだ。ちダメだ、もう暴走してやがる。俺は誰の縛りも受けない。
俺は潰したいものを潰す。15、俺の話を聞け。お前もここの奴らみたいにぶっ潰してやるぜ。くそ、やっぱりここの囚人は15の奴が。潰す潰す潰す。ああ、こうなるともうダメだね。サスケ、下がってな。ここは僕がやるよ。よせ、水月。もう話がどうとかそういう展開じゃないでしょ。ち、仕方ねえな。うちも手伝ってやるよ。どうせこいつを止めないとここから出られねえしな。どいつでもいい。ぶっ潰す。来るよ。戦闘開始。少し痛めつけた方が良かったかな。なかなか手強いね。いいぜお前ら、なかなか楽しませてくれるじゃねえか。ダメだ、全然静まらねえぞ。15。なんだ、次はお前が来るってのか。かかってこい、ぶっ潰してやるからよ。一度落ち着かせる必要があるんだ。さあ、俺をもっと楽しませろ。僕らも援護するよ、サスケ。やるぞ。戦闘開始。くらえ。よし。こっちも僕が任せない。俺の話を聞いてもらう。少しは落ち着いたか。なんなんだよ、なんなんだよお前ら。どうしたの、
あれ。どうやら衝動が収まって普通の性格に戻ったみたいだな。15、俺と共に来い。ダメだ、俺はいつ暴走するかわからない。安心しろ、俺がお前の檻になってやる。俺がお前を止めてやる。お前が止めるだと？ああ。お前に何ができる？俺のこの衝動を止められるのは君マロだけだ。君マロってのは確かかぐや一族の。ああ、オロチマルのお気に入りで、十五が唯一心を許した相手だ。それに君マロは強かった。暴走した十五を傷つけることなく止めることができたのは君マロだけだった。君マロは俺のために死んだ。もういない。お前のために死んだ。じゃあお前がウチハ・サスケなのか？そうだ。お前が、君マロはお前が自分に代わる器だと言っていた。生まれ変わりのような存在だと。君マロ、もう一度言う。俺と一緒に来い。いいだろう。君マロの生まれ変わりであるお前が、君マロが命がけで守ったお前がどれほどの忍びか、それを見届けてやる。これで俺の思い描く正体のメンバーは揃った。これから俺の目的を言う。俺の目的は暁の内派イタチを始末することだ。そこでお前たちの力を借りたい。やっぱりね、ある程度は想像できてたよ。今後俺たちは4人で動く。別にお前たちに仲良くしろとは言わないが、正体である以上協力はしろ。はいはい。これより我ら正体はヘビと名乗る。もちろんヘビの目的はただ一つ、内派イタチだ。お待たせしました。よし、これで全員集まったな。ん？まだ被弾と核図が見えませんが。二人はやられた。ほう、そうですか。あのゾンビコンビもやられるんですね。それでやったのは？木の葉の連中だ。カカシとキュービの人中力の正体にやられた。へえ、強いですね、その正体。後々戦わなければならない相手だ。各自注意しておけ。はい。それでは今回は解散ですかね。待て、まだ話は終わっていない。なんです？もう一人やられた奴がいる。もう一人？誰です？オロチマルだ。暁を抜けて10年、始末する手間が省けたというところですか。しかしあのオロチマルを倒すとは大した手だれですね。誰がやったんです？内派サスケだ。やりますね、さすがはイタチさんの弟だ。
チマルはオイラがぶっ倒すと決めてたのによ、うん、今仲間を集め回っている。それも厄介な忍びばかりな。というとお前もよく知っているだろう、霧隠れのホオズキ兄弟、あれの片割れだ。水月か、懐かしいですね。それに天秤の十五もいる。せいぜい気をつけろ、イタチ、キサメ、おそらくお前たちを狙っている。ウチハサスケにホオズキ水月、それに天秤の十五か。先輩、そいつらいろいろ面白そうだな。え、もしかして狙うんすか？人中力でもなんでもない奴らっすよ。オイラが倒すはずだったオロチマルをやった。これだけで理由は十分だ。行くぞトビ。旦那の代わりに暁に入ったってんなら少しぐらいオイラの役に立て。よし、これより分かれて行動する。各自イタチの情報を集めてこい。チッ、仕方ねえな。それじゃ行ってくるよ。さて、俺も行くか。